アーティストとして活動し始めるまでは、経済学の教授を務めていた。デイブ・グルーシンは実刑にあたる、コロラド州デンバー生まれ。音楽一家の下で育ち、兄のデイブと同様に、幼少期よりピアノを習うが、バスケットボールや陸上競技を主としていた。コロラド大学では、経済学を専攻し、修士号を取得。 その後メキシコハリスコ州グアバラハラの自治大学でフルブライトフェローシップを得る。アメリカに戻った後はフットヒルカレッジで臨時講師をするが少しずつ音楽活動にも費やすようになりピート・エスコベード、コーク・エスコベードのエスコベード兄弟が率いるアステカに参加。クインシー・ジョーンズに見出され1975年に彼の日本ツアーに参加。以後、 ロサンゼルスを中心に活動。クラーク・テリーや、ズート・シムズ、カール・フォンタナ、ゲイリー・バートン等と共演し、名を挙げ始める。1978年には、リー・リトナー等とグループ、フレンドシップを結成し、エリクトラで録音。兄のデーブや、クイーン・シー・ジョーンズ、ビリー・エクスタイン、ペギー・リー、トム・スコット、リー・リトナー、セルジオ・メンデス、渡辺・サダオ、ミルトン・ナシメント、 ジルベルトジル、ドリ、カイミ、パティオースティン等と共演。音楽プロデューサー、作曲家としても活躍し、フュージョンシーンを盛り上げていった。1981年に初リーダー作、ドングルーシンを日本のレーベル JVC より発表。1984年には 10K、LA を発表。2枚のアルバムを残した後、 兄デーブが立ち上げたレーベル GRP レコードに移り、定期的にアルバムを発表。2003年9月、ロサンゼルスにて、かつての仲間たちとライブを行い録音し、その模様を翌年にアルバム、ザ・ハング・ウィズル・エ・フレンズとして発表。このアルバムは、グラミー賞にノミネートされた。2005年には、彼の初となる、ピアノソロアルバム、ファイア・アンドレイン、ソロピアノを、 ビデオアーツミュージックよりリリース。2006年には、シャカタクのピアニストである、ビル・シャープとアルバム、ジオグラフィーを JVC より発表。ありがとうございます。